なんかちょっと不気味な雰囲気この一方通行というか橋はいまだ追いかけっこを続けるつもりゲームは終わりよあなたの負け聞いていい旦那さんは元気かしら まさか G を独り占めするために殺したとこ面白い考えねあなたが協力しないならネストに向かうだけよやれるものならやってみなさい えどうなったのこれ レオン復活そしてエイダを探すそういう展開ねイ,イケメンは違うなこのタイミングで目を覚ますんだ多分俺なら寝てるてか俺なら序盤で死んでるそもそもここにたどり着けてない家にいる <laughs> 何もかも俺とは違うね ま、とりあえずこれ、エイダが辿ってきた道を戻るだけって言いたいんですけど、これ、え、ちょっと待った、はしご上がれないじゃん。壊れてて。え、だとしたら、エイダと同じ道進むことできませんけど。あ、なんかリフト、あ、これ使えるようになってるんだ、エイダであの電源とかハッキングしたから。あっちは戻れないよね。もっ元来た道ですけど。まあ、ダメだね。 ただね、これ、エイダのもと行ったとしても、レオンも虫の息状態ですからね。とりあえずハーブ一つあるんで、これだけ使っときましょう。うん。一つしかないハーブを使っちまったわ。で、リフトによって上がってきた場所はんー、なんかようわからん。水門の周、近くにやってきた。セーブポイントがある。どうやらこっからまた長い冒険になるんで、やっておいた方がいいわな。セーブ完了。迎えましょう。水門へ。またちょっとめんどくさそうですけどね。 こっから降りられんのかな降りますああまたワニとか出てこないよねあいつは確かぶっ倒したはずやからさ出てきたら色々とおかしいからね肉片バラバラになったんだからこの先で合ってんだよな何も出てくんなよしい匂い <laughs> 素晴らしい匂いだっておかしいだろくせえよどんな匂いなのか表現できないくらい臭いと思うけどね でもなんかこっちあるなんだこれ、うん回すやつかなだとしたら、いや違う。はめ込んで回すでしょハンドルだハンドル。それが必要。それがあれば何かしら進展があるっぽいんだけど、もちろんそれはない。だからまた探していかないとダメってことね。オッケー。え、二つ分かれてるよ。どっちだろうまず左から行ってみよう。 なんとなくこれは勘でね俺は勘で左を選択したはうめき声が聞こえましたねだからといって止まらないけどねだって止まれない時代に生きてる人間だから胸張って走っていきますよ、まあ、とりあえず左は行き止まりだった以上先には進めないねならば右かまたショットガンの弾は手に入るもショットガンは持ってないので使い道がない絶対どっかで取り逃してきてるよ俺 ハンドガンオンリーでやってる縛りプレイとかしてないのに <laughs> きついわこれ絶対積むよねこの先この武器だけだったらあとやっぱハーブとかもねこの先犬のために取っておきたいんだけどそういうのもなかなかないな、えー、あ嘘でしょあまあおるわな当然いや弾は極力使わず行きたいんでスルーだ ススルルーーできるものは全部スルーしていく何これ特殊部隊のデジタルビデオテープ今頃ビデオテープなんかい時代遅れじゃないキーアイテムになるんでしょうねなんか映像とかも見れたりするんじゃないかなとりあえずあこれが特殊部隊ってことかやられてんじゃないですかみんなねそんな特殊防具までつけてんのになんでレオン生き残れてんのすごくないこれねショットガンも何も持たずハンドガンだけで天才やわ で、開いてないキーが必要になる、そんなものはないぞ。何のキーが必要なんだよ。で、この先何部屋だよ。それもわかんねえ。全部わかんねえ。あら、これは何電子部品。何のだスティック状の電子部品、差し込むってことかな、どこかに。ただ、ここに来るまでの道中に、そんな差し込み口はなかったので、意味がない。とりあえず、回収。あっ、あああ 回収すると橋が上が上っていったえこれでも開げ,げたらダメなんじゃないのそっち行けなくなったよね差し込むともう一度それが下がってくるからこれでまたおおゾンビいるゾンビまタ、あ、おすわとりあえずうんうん、うん、これはとりあえずこのまんまでオッケーなんだよ抜いちゃダメだよこっちも空いてない全部空いてないわ あぶねー回避成功でここもどうせ開いてないよねうんだからキーが必要ない以上どこも入れんわとりあえず道はこっちしかなさそうなんでこっち行くけどね何あちょっと待ってなんかあるあナイフかナイフオーケー装備しといた方がいいわなコンバットナイフうんこれで今後ゾンビに対応していくのもいいな えーで、下水水路にやってきた、ちょっと間が怖いけどね。なんか出てきそうな間してるから。マップも欲しいな。やっぱアイテムがね。欲しいので。マップ手に入れるとアイテム表示されるからさ。薄暗い空間がずっと続いてるんで、どこに何があるかっていうのもわかんないし。孤独は嫌だね。ああ、来てる来てる。無視ね、もちろん。うわあ落ちちゃったわーつ 嘘じゃなくてクソで済まないもう上がれないでしょこれ嘘ーちょっと待てよまぁ、あ、あっちだってどっちにしろ同じやけどただねいろいろ調べなきゃダメなもんあったと思うえっでこれあれれれれほんまあ、とりあえずこれはハーブでこれさっきあったよねこれ入れ込んだらねハンドルでっていうことなんですけどもたださっき来た場所とはここ違うでしょん 違うはずですよね下水水路には違いはないけどええーなんかいましたけど若干赤い何かがあれ消えたあれ気のせいだった見間違い俺そんな見間違わない男よでなんかやたらとショットガンの強化アイテムみたいなのもあるしあの弾のね素材アイテム何ショットガンで対応しろってことだから持ってないって何もいないこと祈るよ

お前のその動ける範囲はその下水道のとこだけってことかで、また潜っていった。わーつなんだったので危なかった、ナイフなかった、あのま食われてたんじゃないかな、多分ね。この先もいるよ。ボスって感じじゃない。なんかただの、ただのじゃないですけど、まあ、ね、よくいる敵みたいな感じなんで、またこの先も潜んでるんじゃないかな。変に横も通れんわな。 だだとしたららどううするんだろわからない名前もわからないやつのこれここわかるわけねえんだよなあよかったここは空いてるえでででででで下水道の今上層にいてなんかコントロール室っていうところにやってきたなんかだいぶここは電気ついてますけどね 空いてた。ここもねどこ,どこに行ってわかんないよ、うんなん何かありますよまたショットガンの弾こ。これよりもハンドガンの弾欲しいわショットガン持ってないんでずっと言ってるじゃんそうやってないものくれてもしゃあないんだよな,なんか地図とかありそうな感じするんですけどねここにはないねほんでそこのキーもやっぱわかんないわ下降ります下降ります を救出する見つけたのはいいんだけどねいやよかった下水道の地図を手に入れたただこれ時間とかないよねタイムリミットちょっと待てよとりあえずハンドガンの弾やらいろんなものセーブポイントもあるものでセーブしておいた方が良さそうですねいろいろやることあるんじゃないかなあでここになんかビデオテープがあるからこれ先ほど手に入れたやつねビデオデッキがあるからこれを使って見れるんじゃないですか何が映るんだろう わからない今のじゃあな,なだったの結局怖いことには違いはないけど怖いっていうことしかわかんなかった見るんじゃなかったそんなもの <laughs> こっちにもなんか部屋ありますねこれ何何,れこれ何何あれこれ何電子部品なんのこれさっきもあったよねそういや。 ちょっとさっきと形は違うような気がする。何に使えるやつこれは。ナイトプラグ。チェスのコマ。ナイトの形をしている。俺、チェスのルール分かりませんけどま、なんか手に入れちゃいました。ナイト。馬ですけどね。ひとまず差し込んでみよう。先ほど手に入れたの。んん、<laughs> 何の進展もないね。違うってことこれは、どこ何これ あこの先おそらくつながってるってことですねほんでここにエイダがいるわけですからここに行くためにはここの扉を開けなくてはダメだほんでここの扉を開けるためには何かここでしていかないとダメってことじゃないのここにも差し込んでみようなんか書かれてますけどね紙であれ馬のマークじゃないの1つ差し込んだ進展はない相手もない何も起こってもないだから全く回収違うのか こっちにもあるんだよね、これ。あれー何これまた電子部品手に入れちゃった。え、な、何個目二つ目いや、トータル的には三つですけどね。さっきにもあ,あったんでね、先ほどもね。これは何のやつビショッププラグ。チェスのコマ。ビショップの形をしている。何よ、ビショップって。チェスのルールわからへんね ま、形は先ほどと明らかに違いますけど、これが何を意味してるのかっていうのはさっぱりとわかんない。ほんでこっちにも差し込み口があって、ここにもなんか刺さってる。電子部品。またまた。これは何ボーンプラグ。これもチェスのコマのボーンの形をしている。だからチェス知らないやつにこんなこと渡されたってわかんねえって。3つ手に入れたね。なんかヒントとかないのこれ。あ、書類あるわ。これじゃない U 案件エリアのロック解除方法。プラグを差し込む、え、各端末に対応するプラグを差し込むことで解放されます。正しいプラグの位置をご記憶の方は、この掲示板に情報の提供をお願いします。掲示板、これか。ですね。あ、ほんで目的が変わった。プラグを集めるになったよ。これだ。ルークはナイトと同じ壁面だったはずだ。ビショップとクイーンは隣じゃなかった。 ククイーーンとルークは向かい合っていたいたやいや何それルークって知らないワードが出てきたえ今持ってんのはナイトビショップ,プボーンでしょ他にもプラグがあるってことだよねそれをやっぱ回収しに行かないとダメってこと一つはとりあえず先ほど言った場所なんかありましたけどもね ただ、あと二つくらい必要になるんじゃないのほんで、これも分かりづらいしね。ルークはナイトと同じ壁面だったはずだ。ビショップはクイーンと隣りじゃなかった。クイーンとルークは向かい合ってた。だから、この言葉をヒントに、開けていかなきゃダメってことですよ。かただ、その前にプラグをどうやらまだ集めないとダメなものがあるらしいので、とりあえず今いるのはこのモニター室。ほんで、ここ開ければ進展があることは分かったんだけど、こっち側行けるかなどうだろう開いてるか あーよかった開いてたあいたらイエス。でここは処理プール室なんかいろいろ広そうですけどねケーブルカー乗り場とかありますよどこに繋がってんだスイッチオン何あ階段がお落ちてきた落ちてきたというか降りてきたこれであそっち側行けるようになっ,ったってことおイエスおイエー ーイエイイエイエースでどっち目指すのか正解とりあえずなんかこのケーブルカー乗り場気になるんでこっち行ってみようかなハーブ発見レッドハーブただ緑のハーブ持ってないから意味ねえやうーでまたまた発見工具えこれって何ハンドルじゃないの回してやるやつここまでありましたよねいっぱい ほら !T 字パイ,バイブハンドル。バルブハンドルですね。これでこれまでの道中にあったなんか、閉まってた部屋を開けれるようになったので、よし、キーアイテムをゲットすることができたぞ。これは進展があったな。の乗車にはリストタグ,トタグ持ってねえわ。エイダが持ってるんだ。だから、やっぱエイダを救出しないことには、レオンも先に進めないってことか。とりあえずもうこっち行きましょう。どこに繋がってんのこれは。 うわあ、ゾンビいる。うわそれも2匹かい。ちょっと待てよ、ハンドガーの弾的に、もう対応するしかなさそうだね。どけっつってもどいてくれないんだから倒すよ。ほい。ああ、オッケーオッケー、倒したね。どいてくれ。話の通じるやつが欲しいよ、俺は。そんなやつがいて欲しい、この現場にずっとね。そうすればこんな苦戦はないから。あはハバケン、これは助かる。イエース。で、どこだよ、これ。 下水道の上層から一気に下層へといった感じうんですねだいぶ落ちてきちゃったで、ね、謎のレバーやりますよ躊躇なくどこが何になるのあそこが空いてるってことかえ空いてどこに繋がってんのこれどこだ下水道これ一回来てますよね じゃなないのなんかいるなんかいるというか見覚えあるえ、で何何何何何,何なんかな、ね、な、ね、何 ?2 台いるんですけどちょ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 ち,ょちょ待た待た待たまわっつ !1 匹は見覚えあるけど2匹目見たことねええ、上下挟まれてるよね今どこ行くにしてもほらあそこにいる <laughs> はっわっつこんなポイズン状態になったしあかんアブルハーブあるからとりあえず組み合わせよう これ使えばいいかな毒はとりあえず治ったわけだはなんか飛ばしてきたぜ今毒お前そんな効果も持ってんのかいまあいかにもなんか毒々不思議感じはしてたからさだろうねっていう感じですけどでこの先おそらくハンドルの差し込み口がありますからこれ落ちてきた場所だね先あの坂からねでここに1匹いてほんでこっから上に上がってきて今に至るんですけど ここに行くためにあいつ対応しないといけねえじゃんえー、どうするこっから撃てねえかなあいつやっぱ下水のこの水エリアでしか動けないっぽいんでどうにか対応していきたいあれいなくなってんじゃんならいけるんじゃないい,いないよね本当にいきますよ

は,はい、入、はい、れ、入、はい、れ、オーケー、オーケー、オーケー、ひとまず安心かな。やっぱあいつは入ってこれないっぽいんで、何者だよ、まずなおなのねそしてお前の対処法を教えてくれ、どうしようもねえわ、俺。で、またショットガンの弾がある、つまりはこれで対処しろってことねでも持ってないから何、何抗議はすんねん、お前。勘弁してくれ、ショットガンずっと持ってないね今、どこやねん作業室リフト上に上がれますって感じおうお,うお,うお,うおうどこに繋がんの怖いけどね。 どこここ。作業、作業室に繋がってるってことね。蘇んなよ。生きてないよね。フィルム。現像されてないカメラのフィルム。調べてこう。ラベルに隠し場所と書かれている。え、何隠し場所って。でもフィルムを現像しないことにはちょっとどうしようもないんじゃないかな。 現存するような場所はなかったような記憶ですけどねあーで,でサイドバック再びありましたわまあこれはプレイヤーにとっての休憩室ってことでしょうかねなんかいますけどこれは無視しろってことねまあセーブができるあこれあセーブポイントではないのかこれ勘違いしたわ休憩室ではなさそうだね安堵の場所なんてねえよこれで開けれるようになったのではい出まーすうーんなんかいろいろいない はいははいるね。あこれあれだあれだ。そこにプラグあるはずだよ。ちょっと待てよ。ゾンビをまず対応しないと。ちょ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 。ちょ,ちょ,ちょこれはね、一回もちろん来てますから分かってるよ。俺がさっきから言ってた場所はこの、ここだ。ちょっと待て、ゾンビの数が多い。もうこれはさすがグレネード使った方が良さそうだな。一気に仕留めてある。ほい。行ってまいバカたれ。倒したイエーイス一毛打尽だ。あ、まだ1匹いたわ。こいつも対応していかないとダメなのか。めんどくせえ。 行け。躊躇なく行け。はい、オッケー。倒したかな。で、ここで、ここ。プラグ回収。このプラグはどこのでこれ、橋が上がるからね。だから、行きしはこれね、取っちゃったら先進めなかったんですけど、今もうショートカット作っちゃってるから。え、でもそう考えたら、また戻らないとダメってことよね。じゃあ、戻ったらまた化け物がいるよね。あれあれでででそれまずくないかちなみに手に入れたのはルークプラグ。 え、でもクイーンが必要になるんじゃないそうなったら。クイーンなんてどこにあったっけなかったよねここに来るまでの道中も。ここが初出ですよ。おうん。それ以降、なかった。いや、これね、またあの T ハンドル回せる場所確かあったはずだもんね。そっちじゃないか。ここに来るまでの道中にあったでしょ。てか、ひとまず全部戻ることになるんだ。ここだ、ここだ。 オーケーオーケーオーケーちょっとゾンビの数はえげつなかったですけどねティーハンドルで回すたでもこれが最後ですよもうそれ以上に記憶はないですけどねこのティーハンドルが使える場所はこれが最初でそして最後だでどこに繋がってんのこれあ下に降りるのかてっきり上がるのかなと思ったら下に下る階段だったんだねそして 最終えな何これだいぶ下仮装でもかなり下の方だよ謎の鍵でも閉まってる部屋はここに来る道中にあったのでそこで使えたりするんじゃないかなとりあえず持っておいて損はなさそうだあここにもあるわならまた使ってね 悪演出が怖いよさっきからのノーゲームだとこういうあくとこってわりかしカットされるんだけどバイオハザードだとあるからスムーズに開かないからさちょっと怖いよねえいやここ駅系ないよなこの場所はいや来たな来ましたねここ化け物いるとこじゃん元のとこも帰ってきたよあのプール室に繋がるとこ処理プール室に繋がるねグレネードで倒した跡もあるし あ元の場所に戻ってきたのはいいいいことなのかなえでも全部のプラグでも回収できてないからやっぱりまあ、ひとまず戻りましょうもしかしたら全部そんな今ある数で足りるのかもしれないでも差し込み口がねいっぱいあるからこれじゃ4個じゃ足りないような気がするやっぱあと2個必要なんじゃない ?6 個あるんだからねほら <laughs> 絶対4個じゃ足りないよねこれ。 ま、とりあえず、この説明通り刺してみましょう。ルークはナイトと同じ壁面だったはず。ビショップはクイーンと隣じゃなかった。クイーンとルークは向かい合っていた。クイーンとルークは,むは向かい合ってた。ルークとナイトは同じ壁面。つまりは、だから、これね、あの、なんかナイトの、ほら、マークがあるってことは、ここにナイト刺しておけばとりあえずいいんだ。うん。で、同じ壁面だったってことは、ルークを、 ここを刺す先ほど回収したうんでルークとクイーンは向かい合っていたからこっちにクイーンを刺さなきゃダメだけどそのクイーンもっとなんからねやっぱそのクイーンを今から回収しに行かないとダメってことじゃないのこれはボーンですよねだからボーンはここに刺しておくんだオーケーで問題のビショップえビショップは何だっけ え、ビショップとクイーンは隣じゃなかった。隣じゃなかったということは、つまりは、クイーンはもうこれのどちらかですから、こっちじゃないってことだよね。ここだ。えい。うん。そして、あと二つえ。手に入れてないものを手に入れていかなきゃダメ。おそらくここにクイーンを刺して、もう一つ何か謎のやつを刺せば、開くんじゃないいや、知らんけど。<laughs> 知らんけど。とりあえずまた回収の旅にどうやら出ないとダメらしいですね。先は長えぞ。 また仮想の方に向かっていこうかな。だいたい中層と上層に関してはもう全部調べてますので、仮想はもしかしたら調べてないものっていうのがあったりするかな。この辺ショートカット作ってたよね。ここだ、ここだ。ただまたあの化け物いるんじゃないのえ、いるでしょいないわけないよね。これが、あ下層仮ですよね。行ってない場所。なんこれ地下、最、最下層水路ですかね でこの先道あって資材置き場っていうのがありますよ行ってないんでとりあえずそっち目指してみようかなここくらいしかないんじゃないもう、まあ、資材置き場だったらなんかいろいろとアイテムありそうだしね期待できるこっから降りれるかなうんおりますおりますとにかくおりますおりますえでどっち目指すのあこのまままっすぐ行けばいいんだなんかいるまあゾンビだあハムかなこれ あだハーブだイエーイス回収回収な何何か出てきた What? 何が起きたんだ,何が起きたんだ俺が聞きたい何だったの今のゾンビの中から出てきたよなんか食ってたのかな怖わわかんないまんまどっか行ったし最悪の光景ずっと続いてますけどねでこのまま真っすぐかなっぽいね ほんでここ下水道やからうわっまたこいつか嘘だろお前またかよもうとにかくグレネード使うしかないわはい爆発でも突っ走れ突っ走れガムシや怖わ<っ>もう走れ走れ車まま走るしかないまたおるやんウちょちょちょ何匹おんねんこれ2匹目うわーでもまたおるやんやめてくれ ようわからんやつのオンパレードいすぎいすぎいすぎ入れるあよかった入れた3匹だぜ1でも厄介なやつが3いるという状況もう戻りたくないけどこれ待って資材置き場からどっか行けないよね結局はまたこっちの帰り道通らないとダメじゃないかお前先行手榴弾もなければグレネードだってもうないんだからね帰り道積んだな まあ、もうさっきみたいになんか逃げるしかないでしょそして、まあ、資材置き場、目的のものがあるかどうかわかりませんが、とりあえずやってきたのであればね、調べる価値はあるでしょう。いろいろあってほしいですけどね。あ、なんかあるじゃないですか。レッドハーブ。いや、レッドよりグリーンね。グリーンないとダメ。グリーンな俺が欲しい。下降りると合ってるかな暗いし、ずっと暗いし、ここ。ん扉。開いてない。 鍵かかなんか必要ってことこっちにもあるあれれれれこれあれプラグさすとこじゃないですかでキングプラグって書いてるあれあれれれれ何これでもキングプラグなんて俺持ってないよそれも集めに来たんだけどねクイーンとキングがあるってことかどこにあんの差し込み口があるくらいならこの辺に落ちてたりするんじゃないのじゃなかったら積みますけどね持ってないんで探せブルーハーブいらへんねん プラグ欲しいね。ここもある。あ、ここクイーンプラグだわ。差し込んだら、なにこれが開くってことどこあんねんだからクイーンもキングも。ないやん。開かない以上先進めないよね。あ、ああ刺さってるなんだこれ。見つけたぞ新たな停止部品。これは何プラグクイーンだ目的のものゲットですね。とりあえず。よーし。 ただ、だ待待待て待て待て、面倒だぞここのクイーンプラグを抜いたことによって来た道が戻れなくなったのでどうするとりあえずこっちにもありますからねこっちにさしましょう一旦は、うんはクイーンプラグをさしますえー、でアくと先進めるようになったのはいいんだがここからだあこっちにもあるわ。 ここにはキングプラグを差し込めばいいんだねあそうただ持ってないからねずっと持ってないから何またあいつが来たんじゃねえだろうなあの大男が名前もわからないやつねあでここにプラグが刺さってるからこれも回収これはなんだもう一つしかないでしょうねおそらくキングでしょうキングプラグクイーンもキングも見つけたよーし それはいいんだけどね。ただまたキングを取ったことによってここが閉まった。こっちから降りれるっぽいけどね。これ、だからおそらくなんだけど、頭使いながら出口に戻らないとダメだよね。ははい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 。なんか聞こえる。おおーって聞こえる。なにこれ誰の何誰の、誰の王なのこれは。はい、そこにいたうわあもう倒すしかないね、この。こいつは倒すしかない。避けて通れない。 行ってしまい。玉も9発しかねえわ。やばいもう呼びえるなよ、お前。あかん。ここクイーンだよな。でもクイーン、ここに刺しちゃってるから。あ、これは抜いていいんじゃないのこのクイーンはね。はい、ひとまず抜きます。で、こっちにクイーンを刺しまーす。そこが空きます。で、そこにも刺し込み口あったよね。これはキング。 でしょだから、ここに差し込んで、え、え、あ、あ、簡単じゃん、簡単じゃん、簡単じゃん。わかったわかったわかった。これね。ここを差し込めば、こっちから回収できるので、クイーンをね、こっから出て回収して、最終的にここでキングを取って、はいはいはい。ということでございますね。ただね、ちょっと気になる部屋が一つあるんで、とりあえずクイーンはこのまま、あー、一回回収しようか。一回回収して、そっちにもね、ちょっとキングが使えるとこがあったはず。 とりあえず、このギミックに関しては攻略はもうできている。俺は分かっている。うん。こっちですね、気になるのは。ここ、ここキング使えるよね。使いまーす。この部屋は何なの開いたー。なんかありまーす何これショットガン化学燃料火炎放射器おいおい おいはっはっはっなになにこの、この急な規模な武器大きすぎない俺ハンドガンだけでずっと戦い続けたんだけどね。急にゲットしたぜ、火炎放射器。R2 を押してる間炎を連射する。ターゲット炎を当て続けることでより大きく炎上させることができるという超強力な武器だよ、これ <laughs> 急すぎる急展開だね。こんなとこにあったんだ、これ。 いやー、取り逃すとこでしたね。危なかったよ。まあ、ここは普通の鍵ですから、こっちから開けていけばいい。で、まあまあまあ、もうここは攻略済みですからね。えーと、キングはとりあえず回収して。そして、えー、こっちのクイーンもですね。回収。えー、なんかまた聞こえるうめき声。また蘇ってる。時間経つと蘇るんだよな、こいつ。で、ここにクイーンだ。クイーン刺して。で、こっちにキング。 ま、火炎放射器がありますからね。ぶっ倒してやればいいんですけど。こいつに火炎放射器使うのは惜しいなはい、もうっうっしい一回中撃ったろ無効化すんじゃねえよなんで攻撃の無力化ついてんだよお前どこのトラップカードだよはい、これ回収。邪魔すんな頼むから。あー、まだ生きてる。グッバイ。で、これで OK ですね。はい、これも回収。イエーイスイエスイエス 攻略だ。その上、火炎放射器までゲット。<laughs> 俺は強い。何にもビビることないわ。問題は帰り道だよな。おそらくあいつらは。いるね、もういるね。ま、火炎放射器あるし倒せばいいだけの話ですから、避けて通れるのは避けていきたいがどうだ。無理だね。オッケー、ぶっ倒すわ。ほい、燃えろ燃えろ燃えろ !What?What? What? 聞いてないよ。 おーオーケーオーケー,オーちゃんと聞いてたねバカ野郎この野郎びっくりさせるんじゃねえやんただこの先もっといたよな帰り道どこだっけこっち合ってるかなうう <noise> あーまたいるなんかいるこっちだったっけあっってる合ってるオッケーオッケーオッケーナイス さあは帰るだけと思ったらまた出てきたぞこいつ燃えろくんじゃねえくんじゃねーまだか燃えろか放ほうじきつえー、<laughs> 最強武器を手に入れたねただ限度がありますけどねもうなんか180しか使えないんで元400だったんですけどあまり使いすぎないことだねこれは後のなんかボス戦とか残しておかないとまあでもあいつらを倒すためには仕方がないから。 とりあえずここ戻ってくることができて。あとはもうね、来た道全部戻るだけですから。さあ、回収したプラグをもう刺しましょう。これはね、もうあとは、おそらく真ん中ここクイーンですよね。はい、このクイーンプラグを差し込んで。ほんでクイーンとルークは見つめ合ってるっつってたよな。うん。でも、自動的に最後はあとはキング。これを、はい、差し込む。開いた オッケー一つ謎は解けたぞこれでエイダを救出できるんだいやあともう少しじゃないよもう終わったわあと救出するだけなんだから少しもクソもあるか終わり終わりエイダはどこだどこにいるあハーブがある、うん、まあとりあえず回収しとくわなんでこんなとこにハーブがあるのかようわからんけどねでこのレバーをするとえ 電源が先この先いるんだよねゴミ処理場ですから電源あっちか誰もいないよねいないわオッケーこれかな何これまたスイッチでやるけ全部つけてみよう これじゃダメなんだよねおそらくなんですけどあの赤いメーターのとこにうまく合わせればいいんだ右側は OK なんですけどこの場合左側がねダメですからどうしたらいいんだろうこれ違うなうまく調節難しいぞあほんでこれオンにしたら OK こういうことで開いたのえ開いたのこれでいきますよわっ もう何？<laughs> あ燃えてる燃えてるなんで燃えんねん意味がわからんなんで燃えてんのこれ。どういう状況っすかで、なんか上から手出てきてるし。二つの突っ込みどころがある。まず何これ。で、なんで燃えてんの出口ぶっ壊れてるから手れねえし。うわあ何この上からの攻撃ずるくないプレイヤー逃げ回ることしかできないじゃないっすか。うわあ、また来たまた来た。 攻撃するんなら普通に出てこいやなんかどうかもわからんうわうわもうダメージだけ食らっていくじゃないっすか何するのこれ撃つの撃たなきゃダメなのいやノーダメージなんだよもうそれやめろや何の脈絡もない感じなんか落ちてるレッドハブかとりあえず回収だわ燃えてる燃えてる燃えてるどこ行ったの何うわ何か来た こいつ見たことあるなあ赤赤赤ちょっと体燃えてるんで行ってもう何な,なんだよずっと何な,なんだよこっち行くわ逃げるわどこだよこれてか主電源室からどこに行けんのこの先行き止まりとかいうクソみたいなパターンじゃねえだろうなそうだよそもそも何であいつ生きてんだよっていうね落ちて死んだろああほんと走ってきてるお前そんな速かったっけ行き止まりこの先 えちょちょ、降りれるとこないよあ降りれた降りれたオッケー降りよう、うん、でこの先どこにつながんの何これ除水施設建設予定地何かあるクレーンのスイッチあー来てる来てる来クレーンのスイッチで何するの押せとりあえず何何何何な何で動くの何で動いたのいやすはワーツ何で動くねん動いて何になんねんどこに行ったねん わけわかんないことだらけほんでどうでもいいマグナの弾はあるいやもうこれ倒すしかないでしょ火炎放射器でせっかく手に入れたんですから使いましょうとりあえずレッドハーブと組み合わせて体力回復燃やせばいいんだよバカ野郎調子に乗るなよわっつなの、は暗えや昼めや死ねえ倒れたか ?OK 燃えてる みやがれこれで倒したからお h エースどうだえ終わったのこの場合何なのえっえな、ー、んでんで突っ立ってきたのははもう解放射撃もないよハンノガの弾も切れたいどうしろと何しろとプレイヤーのやるべきことは終わったほんでこっからどうなの上行けないじゃんえ <laughs> なんか先行しるんだとコンバットナイフがあるからとりあえずそれ使おうそこにある丁寧に置いてくれてる コンバットナイフで先行手ルダンだよね早く使わないで早く使わないで早く取れよそもそもあのクレーンを使おうそういうこととりあえず先行手ダン早く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 ,早く投げろ<い>自分が食らってるクレーンを使うっつ何に使うのよどうなんの普通によたよた歩いてきてますけど クレーンが戻っっててくるってことかでも失敗してんじゃんなんだよそれもうそうやるしかないのかそれで倒すのかだからこれまたクレーン動かしていく前にレオンのね体力がねまずいですよねこんな化け物が出てくるとは思ってなかったので体力もなければ何もないよアイテムもないどうしようもないじゃないですかとりあえずひたすら逃げて逃げて だから昼間してる間クレーン動かせばよかったんだよねいやそんなこと知らなかったから、うん、はいクレーンでここレオンも食らったらあかんのでしょはい捕まったナイフで反撃でクレーン来たー <laughs> そういうことただこの場合レオンも You are dead ですからねクー 何 <laughs> な,なの始まって何な,なの終わって何な,なのずっと何な,なのだわ。まあ、これこは分かりましたよ。分かったのはいいんですけどね。何分かったのはいいんですけど、この状況を理解したくない俺がいる。そもそも始まりから何で上から急に攻撃してくるんだっつうことですよ。なんで俺の位置知っとんね。G 第2形態って何あいつの名前ってことなんだよ、G って。ゴキブリってことか まあき金ぶりなみにしつこいわな倒したはずなのねえほんでここからかい全部やり直しなのかなと思ったらこっからじゃんいやだからもうこれが分かってる以上ですねまた火炎放射器でひるましてやればいいんですよで倒れてる間にね燃えろ燃えろああ燃えろ燃えてなくなれ倒れたねええ 行っちま枚お前の攻略派はもうしっかり理解しとんねんさっきはレオンともに吹っ飛んでしまったけど次は大丈夫早くクレイさん戻ってきてね早く早く物には限界がある早くオッケー <laughs> はっなんやねんなんやねん,なんやはっ1回じゃないってこと ?2 回くらい,やら,ないやらないとダメってこと <laughs> 嘘やんこういうのって一回って決まりじゃん昔からとりあえずハーブあるんでねハーブで体力回復う,うわーもうよけれへんわよけれへんよ転がりも何もできないんだから先行手榴弾で目くらましてやるしかないねここで装備して早く え、なんで、なんで投げ変かったんオタクバカあんたバカでしょここじゃ当たらないんじゃないかそもそも。ちょっと先行の位置が悪いような気がする。こっち来い。よしよしよし。はい、捕まったー。ちょっと待って、ナイフ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 持ってるだろう。いや、だからこれだとレオンが一生巻き添え食らうじゃん。何してんの とりあえず1回目はそうやってグータラグータラしてくれてる間に行ってくれるんで分かるんではい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 でもねこの茶番劇続くよね絶対耐えるんだよね君ねよう分からん顔しとるわもう1回不思議とこの後なんか行動が速くなるような気がするんですけど気のせいですか早いよね明らかに燃えろ あもう何な,なの何な,なの何な,なの君燃えてるよあそこでヒるルもう何してんだこいつおまかすぎるだろもうなんでそこでだよバカじゃないのとわきわかんねえ、まあ、まだあるからちょっと撃ってみよう燃えろ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 お前がやるべきことは燃えることだよあもう切れたわあほんでまだ今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 だ ひるんで間早く早く早くなんかよみがえるスピードだんだん速くなっていってるから先行手弾も用意しとこう投げとけよしこれでいい2回目だぞもう行けよえ邪魔ー これで終わったよ。もう次はない。次があったらいろいろとおかしいんだからね。こうやって倒すんだね。いや、お別れだといいがじゃなくて、お別れなんで。次あったらおかしいだろう。完全に言ってるよ。こっちから帰れるようになったんだね。まあ、主電源に関してはもうつけてますから。あとは本当にエイダを救出するだけ。本当にエイダを救出するだけで終わるはず。

自分でやれるいいから楽にしてそれでこれからどうするあなたは逃げて逃げられるうちに君を置いていけないこんな状態で思ってた以上に状況が厳しいのよそう簡単に引くかよ 今度は俺が君を守るそこまで張り合うわけつか <laughs>、ね、まって調子に乗らないで助けようとしただけだ気をつけて <laughs> 助けたいならネストへ行きましょうネストアンブレラの研究所この下にあるアネットが言ってた ウイルスのサンプルがあるってどう付き合う他に予定もないしね行くわよやることがいっぱい了解